先生グルメというかそうやって食に関してもこだわるのはお酒ありきなんですか？もちろんです、もちろんです。美味しいお酒を飲むためにじゃあ美味しいおつまみを探求するみたいなこと、まあ、それが一番幸せですもんね。自分でもやっぱ自分晩酌の時自分で作らないとちょっと納得できないっていうのが、自分で作られるんですか？ええ、やっぱ自分の好みって言いますか、つまみは一番分かるのは自分なんで、あとほら旬の食材をこうスーパー行って物色して、こいつをどうやって今夜食べようかなみたいな。うわ、酒飲みの私からしたらめっちゃいい男ですね。それいいつまみ作ってくれるんですか？はいはいはい。それは自分向けですか？それ誰が食べても美味しいんですか？いや、自分の味覚に合わせてるんで自分向けなんですけど、うん、まあ人に食べさせるのやぶさかじゃないんですが、人に作ったのと緊張しますよ ね、 ちょっとね。自分だったら どんな失敗作だって OK。 そうですね、そっか。だんだんね、ほら酔っ払っていくと適当になってくるわけですよ、こう、うん、味覚もそうだし、うん、作る手際の方も。分かります。そうするとヘロヘロになりながら作って、もう味わかんないんだけど、うん、もうヘロヘロなんで OK みたいな感じで、うん、分かります。もうなんか私なんか家で飲んでも自分でつまみ自分のために作んないで、だんだんなんか作んないですか？作んないです。もうほんとチーズ買ってきてチーズ食べたりとか、だんだん塩分があるバター舐めて飲み出すとか、もっと塩舐め出す勢いで私飲んでます。飲んべっぽいじゃないですかそれ。そうそう、昔のね。まあでも確かにこう誰かのために作るっていうのは本来なんか料理って感じもしますけどね。そう、まあそうですね、料理つまみをせっかく、そうですね、私今日もスキッパラで来てるんで行きましょうよ。ですね、じゃあね、まずカツオとか言ってみます。あ、今美味しいんですか？そろそろ初ガツオが出回るんですけど、だんだん最近早くから出回るようになりましてね、美味しそう。もう初ガツオですよね。それからね、これまた早いんですが、はい、ホワイトアスパラ、生のやつですね。ね、食べたことないかも。缶詰しか、海外缶詰が出回ってるんですけど、うん、最近生のホワイトアスパラがしかも早い時期に出回るんですよね。これ言ってみましょう。あとね、カキフライ、あ、いいですね。揚げ物大、揚げ物ちょっとね、やっぱ1個はマストで欲しいですね。ここのカキフライがまた美味しいんですよ。あ、美味しそう。じゃあ注文しましょう。はい、お願いします。お願いします。あ、ま、もうマスターがそこに。あ、そうだ。マスターいます。先生、ですね、じゃあカツオと、ホワイトアスパラ、それからカキフライ、はい、かしこまりました。わあ、すごい。カツオ、カツオですね。わあ、綺麗、美味しそう。これやっぱり今まで初ガツオの時期としてはまだちょっと早いんですが、はいはいはい、南の海の方からなるべくこう早く最近供給するって言いますよね。へえ。でも初物ありがたがるのは江戸時代からそうだったらしいですから。初物を食べた方がいいっていうのは、あとそのまだ珍しいうちに競って食べる、で食べたよっていうことが生きみたいなことですか？あ、醤油、あ、こちら、すみません、いいですか？じゃあ、すみません、セルフで、はい、セルフで、すみません、はい、絶対美味しいじゃん。言っていいですか、生姜お茶。生姜とニンニクとありますけどね、これはね、どっちかみたいなことありますね。ニンニクはまあいろいろ、確かにカツオってニンニクで食べるイメージもありますね。ありますよ ね、 ね。じゃあいただいてみましょう。どうぞ。またこれ分厚く切ってありますね。初ガツオですね、本当に今年。
これですよ、これうまい初ガツオの香り、ね、もうダメですよ、うまいと美味しいとかじゃなくてなんかもう顔がギュッとなっちゃうんですよね、うまい、いけますね、やっぱり楽しいですね、これ一応仕事だって伺ってますけど楽しかった、わー焼かれてきた、来ましたね、これですよ、これマヨネーズと、これ何ですか、豆板醤みたいなんですか、辛い味噌みたいですね、わ美味しそう、じゃあ一回おろしちゃいますか、もう説明十分ですかね、いいですかね、熱いうちにいただきますか、いやいや絶対美味しいですよ、これも日本酒に合いますかね、これはオールマイティじゃないですかね、オールマイティ、それこそ焼酎もいけるんじゃないですか、これは、じゃあすみません、あ、すみません、なかなか気が利かない女なんで、いやいや、あのこのね、開いちゃうんですいませんね、あ、いいですいいです、もう、もう手酌でいいですこんなの、お酒がめんどくさいんですよね、日本酒のね、このそうなんです、結局目の気配りしなきゃいけないと思った瞬間にね、はいそのぐらいやれよって話なんですけど、なかなか、じゃあうまい、いってみましょう、うまい、甘い、香ばしい、この歯ごたえがうまい、サクサクでしょ、本当だ、あの緑のと違います ね、うん、美味しい、焼酎食いってやる先生の話うまそうに聞こえるからいいですね、さすがにそうなんですね、あ、わあ、カキフライギター、いや、カキフライは美味しいですよね、ここのが美味しいんですよ、また大ぶりですね、結構、じゃあいいですかね、行ってみますかね、行きましょうよ、デンと来まして、これがソース、からしがこんなに本当だついてますよ、からしを結構つけて食べても大丈夫なのかな、タルタルがないんですよね、本当だ、ソースでいただくんですね、僕はね、ソースの方が好きなんですよ、あ、でも私もそうです、タルタルはタルタルが強いから、やっぱフライはソースでしょう、うん、じゃあどうぞどうぞ、そう言ってからしはつけないんですか先生、あ、ちょっとつけるい絶対美味しいでしょこれ、最高ですね、これうまい、ちょっと熱いうちにも、うん、立て続けにもう一個いっちゃおう、大丈夫ですか、体大丈夫ですか、体大丈夫です揚げ物、揚げ物大丈夫です、もう今日は大丈夫です、今日は解禁ですね、はい、女の子がよく言うダイエットは明日からやればいいです、あうん、これ焼酎でもビールでも何でもいいですね、何でもいいです ね、 ね、私なんか 酒飲み出したらもう酒しか楽しみがなくなってきちゃったんですけど、酒飲むことを楽しみと思う人生は良しですよね、もう一品ぐらいいきますか、何か何かありますか、ちょっとこう目に留まる、マジですか、ちょっとさっきあのホタルイカ旬っていう、ホタルイカヌタ、行きますね、行きましょう、そのいや私ヌタ好きなんですよ、ホタルイカヌタ、ホタルイカヌタ、これヌタ年取るとこうヌタとかめっちゃうまいですね、ヌタとかね、うん、あのこうなんか一見地味なだけど、うん、酒がガンガン進むみたいなね、ありますよね、あんなに自分自身はぬたと味噌みたいな弱いのが料理というか強いじゃないですか、食べた時になんでこんなに効力を発揮するのみたいな、素材勝負的なところがね、やった、来ましたね、またうわ
これがまた美味しそうだ。菜の花ですか。菜の花ですね。菜の花と、わあいいですね。いや絶対美味しいさ。トロイカって言うんでしょ。すみません、お先に言っていいですか。美味しい。うん、おいしい。